誠とミクの誠の間。皆様こんにちは、サブカルウォッチャーの誠です。皆様お元気ですか？女優の佐藤美久です。今回もこの番組誠の間の放送は YouTube のリメイクラジオをご覧いただいている方はお分かりかと思いますが、まだまだ新型コロナウイルス感染拡大防止対策を配慮したスタイルでお送りいたしますおりますことをあらかじめご了承ください。さて今回は全国の20歳から69歳の男女1000人を対象に、コロナ禍や物価上昇、世界的な潮流となっている SDGs などで、個人の消費やライフスタイルがどう変化しているのかを調べる消費ライフスタイルに関する調査の結果がアップされておりましたのでご紹介させていただきます。まず商品やサービスの選び方を変えたり変えたいと思ったりしたかという質問に 52.1% が当てはまると答え、2人に1人がこれまでの消費行動を変える意向を示した。その理由を選び方を変えた、変えたいと回答した人に尋ねるとライフスタイルに適したものを考えるようになって 34.4% がトップに、次いで充実した毎日を過ごしたいから 31.1%、 自分の価値観、倫理観の変化に合わせて 28.8% という順になった。商品やサービスの選び方を変えた、変えたいと回答した人に新型コロナウイルス感染症や SDGs、ムーブメントがどの程度影響しているかを聞くと、新型コロナに関しては影響したが 18.2%、 どちらかといえば影響したが 34.7% と計 52.9% が、また SDGs に関しては影響したが 11.5%、 どちらかといえば影響したが 22.8% と計 34.3% が影響を受け、年代別で問うと20代30代は計4割を超え、若年層により影響を与えていることも分かった。では実際に選び方を変えた、変えたいと答えた人に、その商品やサービスを聞くと、変えたいと思ったものは、趣味、レジャーが 27.4% で最多、次いで、投資が 25.7%、友人との付き合い方が 16%、ファッションが 14.8%、光熱費が 14.1% と続く。逆に買いとなった商品やサービスを見ると、レンタカーなどに代表されるレンタル系サービス、シェアリングサービスや駐車場代、自動車保険がランクイン。そして今後どのようなものを消費者は選んでいくのか、環境 SDGs に焦点を絞り詳細を調べたところ 37% と約3人に1人が環境に優しいものや SDGs を意識して選ぶようになったと回答。ジャンルでは食品が最も多く 64.9%、 次いで生活雑貨が 31.4%、 ファッションが 25.9%と続き、エシカル消費とは、消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む、事業者を応援しながら消費活動を行うことへの、興味関心の高まりにより、一番身近で、必要不可欠な食品を筆頭に、今後は、乗り換え、消費が進んでいくことが予想されます。こんな状況下、経営評論家の坂口孝則氏が、提唱するのは快活、予測不可能な時代の中で商品を選ぶ軸が大きく変化しています。商品が良ければいい時代、消費 1.0 から、消費者が満足すればいい時代、消費 2.0 を経て、商品選択によって自分を社会もより良くしていく時代、これは消費 3.0 と言ってもいいでしょう。自律的な選択によって商品を選ぶ、まさに現在は快活が必要な時代ですということなんですが、はい、皆さんやはりこういったところにもコロナ禍の影響は明らかに影響しているというのではないでしょうかということで、はい、いかがでしょう。そうですね、はい、意外とこの商品やサービスの選び方を変えた、はい、買いたいと回答した人がコロナウイルスに影響したっていう
18.2% でしょ、はい、もっとあるのかなって思ったんですよ。ああ、そうですね、ってことは皆さんね、多分薄々やんなきゃな、やりたいなって思ってたんだと思うんですよね。でそれをそのコロナがきっかけで、はい、その変えたみたいな感じになったのかなと思いました。うそうですよ、はい、なかなかこうやってこう喋ることによってやっぱ分かることがあるんだなって改めて思いました。ということで本編に、番組本編に戻りまして、今お聞きの番組まことの間はサブカルチャー情報番組として、いろんな分野でこだわっている人や物にスポットライトを当てて、いろんなこだわりを紹介してまいります。そして今この番組収録の模様は映像でも撮影していただいておりまして、番組放送後10日程度で YouTube にアップさせていただいておりますので、ぜひ皆さんスマホやパソコンなどでカタカナでまことの間動画と検索していただきますようどうぞよろしくお願いします。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。今回もいろんな情報で、満載でお送りしていきたいと思います。それでは早速一つ目のコーナーはマンスリーディッシュのコーナー。このコーナーはコロナ禍の中おうち時間も増えてきている今、いろいろな食べ物オタクでもある誠さんが毎月こだわりの食べ物をご紹介いただくコーナーです。はい、誠さん、今月はどういったものをご紹介いただけますでしょうか。はい、今回はですね、はい、ピスタチオ。お、ピスタチオ、はい、ピスタチオです。はい、僕ね、幼い頃、はい、子供の頃ね、父親が食べてたんですよ、ピスタチオを、はい、こう皮むいて、はい、でそれで、ね、もらって食べた時に、はい、わ、めっちゃ美味しいじゃんって思ってもうすごい感動して、はい、それからね、よくピスタチオを食べてるんですよ。あのナッツの中でも、はい、アーモンドってちょっと苦手なんですね。あ、そうなんですね。ピーナッツはまあまあ好きなんです、はい、で、甘辛めナッツが好きなんですけど、はい、このピスタチオが抜群にもうダントツで好きなんですよ私の母もすごい好きで。あ、そうなんですか。なので私もその影響で好きで。あ、本当に。はい、そうなんですよ。あ、そうなんだ、はい、なんだろう、もう僕ね、ピスタチオって、はい、この僕の周りではあんまり好きって人いなくって、あ、まあ、はい、父も食べてたんですけど、はい、最近ピスタチオ好きって聞いて、あの、好き、前食べてるねって言ったら、はい、いや別に好きじゃないよみたいな言われて、え、好きじゃなかったんかいみたいなになったんですよ。で、まあ、みんな知ってるじゃないですか、はい、食材として、うん、でもあんまり好んで食べてる人がいないなって思ってたんですよ。でも確かにそうかもしれないですね。うん、そうで、ま、あのピスタチオ味のね、マカロンとかアイスみたいな、はい、ね、スイーツの材料にはなったりするんだけど、ね、僕はこのピスタチオを、ね、ナッツとして食べてるのが好きって人、はい、あんまり会ったことがなかったんですよ。本当ですか。はい、でだからなのかもしれないけど、はい、この美味しいピスタチオって探すのが難しいように感じるんですね。はい、なるほど、ま、スーパーに行けば売ってますよね、はい、そうですよね、うん、ま、はい、まあ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 売ってますよ、はい、でコンビニでも売ってます、うんうんうん、でも大抵ね、1種類しか置いてないんですよ。ああ、でも確かにそうですね。だから選択肢がないなと思って。はあ、うん。どのお店のものもね、味の違いもそこまでないように感じるんですね、僕には。食べ比べはしたことはないですね、そうそうそう、私も、うん。でね、この間、はい、ドライフルーツ専門店ってとこで、はい、ピスタチオが売ってたから、はい、お、これいけんじゃねって思って買ってみたんですよ。あ、はい、そしたらね、もう今までのピスタチオの中で一番美味しかった。ピスタチオ、それドライフルーツになってるんですか。そういうわけではなくて普通にピスタチオ。ピスタチオ、ドライフルーツにはなってないけど、あ、まあ、そのいろんなナッツ系みたいな、そうそうそう、ナッツも扱ってる専門店って感じで、そう売ってて、はい、でそのお店が、はい、あのファーイーストバザールっていうお店で、はい、東京近辺だと、はい、二子玉川のライズと、はい、渋谷のヒカリエと、はい、吉祥寺の後で新宿のルミネワンにお店があるらしいんですけど、はい、もうここのピスタチオは本当美味しいですよ。あのピスタチオって作る時に焙煎するんですって、はい、で、なんだろう、その具合がいいのかな、こう食感がね、はい、少し柔らかいの、あのコリコリというよりもちょっとシャリシャリって感じ、はい、あのマカダミアナッツにちょっと近い感じ、あ、ちょっと意外じゃない、はい、ピスタチオって割とゴリゴリ固めの感じがあります。そうそうそう、なんならゴリゴリって感じでしょ、はい、うんうん、いやシャリシャリしてる、で、まあ、僕の予想なんだけど、はい、予測なんだけど、こう、はい、焙煎の時間がこう、はい、一般的なピスタチオよりも浅めなのかな、あ、うん、
確かになんか長いからこそちょっとカリカリになるのかなっていう。そう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 、はい、だからこうシャリシャリした若さみたいなのね。あ、若さ。そうそうそう、感じこの味もねジューシーさが残りながら、はい、このピスタチオの深い深みもあるみたいな、うんうんうん、この絶妙なバランスになってて、はい、でなんこうあの本当にピスタチオってどこで買ってもそんな違わないなって思ってたんですけど、はい、だからこんなピスタチオあるんだって感動しましたよ。ちょっと母に教えます。そうそうそう、あの教えてあげて、はい、てかみきちゃんも食べてみて。買いに行きます。そう、そんなねものすごいそんあのめちゃめちゃベラボンに高いってわけでもないので。そうですよ、ナッツなんでね、うん、はい、そうそうそう。でまあピスタチオってなると気になるのが、はい、中目黒にあるピスタチオ専門店、はい、はい、前にそうですよね、そう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 、まこさんぽのコーナーで中目黒を紹介したじゃないですか。そうですよね、はい、あの時にちらっとこんなお店見つけましたよ。はい、覚えてます。もう本当にコーナーの最後にね、あのピスタチオ専門店のがあったから、はい、そうでした、ね、そう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 、はい、あの行ってみたいって言ったんですけど、はい、まあでもあの後に一応行ったんですけど、はい、残念ながらお休みだったんですよ。だからまだ行けてないの。そうだからね、もう本当今度ねそこで絶対買って、はい、このファーイーストバザールのピスタチオと食べ比べした。あ、そうですよね。そう、あとねピスタチオの産地で調べてみたら、はい、はい、そう世界で一番の生産国はイランなんですって、はい、で第2位がアメリカ。意外っていうのもあれですけど、うん、アメリカっぽいなんかイメージが、まあ確かに、ね、はい、ありますね、うん、2位がアメリカなんですね。そうで、レアなのがギリシャ産とイタリア産らしいです。ギリシャとイタリア、そうで特にねイタリア産はなかなか手に入らない、はい、だそうですよ。そうなんですね。ってなると食べてみたいですよね。そうですよね。どんなものなのかっていう。そうそうそうだね。もうこれだけは一度手に入れて食べなきゃいけんと思ってます。そうですよね。はい、いやちょっと美味しそうですね。ちょっと私もちょっと母に、うん、あの言って私も買いに行きます。はい、行ってみてください。お土産で。はい、はい、ありがとうございます、うん、ということで今回はピスタチオについてお話しいただきました。ありがとうございます。以上マンスリーディッシュのコーナーでした。誠のマイブームソング、続いては誠のマイブームソングということで、文字通り誠さんのマイブームな楽曲についてご紹介いただき、月2回の放送とも流そうというコーナーです。さてそんな誠さん、今月はどんな楽曲についてご紹介いただけるのでしょうか。はい、はい、今月はビタースイートのラブストーリーは始まらない2022、ビタースイートさんのラブストーリーは始まらない2022ですね。2022です、はい。あのビタースイートは、はい、あの田崎朝日さんと長谷川萌実さんの2人のユニットなんですね、はい、あのまあ、ビター&スイートっていう風にアルファベットで書くんですけど、はい、読むときはこの&を抜いてビタースイートって呼んで、はい、あのまあ相性としてビタスイって言って略して呼ばれたりしてます、はいはい、で今回のねこのラブストーリーは始まらない2022は、はいはい、あの今年の4月にリリースされた、はい、あのメジャーデビュー4番目のシングル CD かな、はいはい、で僕がねこの曲知ったのは、はい、こうラーメン屋さんで、はい、ラーメン食べてたらこの曲が流れてきたんですよ、でこうメロディーと声を聞いて、はい、あ、ビタスイかなこれって思ったんですよ。さすがです。で、まあ、ちょっと聞き取れた歌詞で検索してみたんですよ、はい、そしたらやっぱりビタスイだったっていう、はい、そういうすごいですね。そう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 、ちょっとね来たこれってなった。ファンだからこそですねこれ。そうそうそう、はい、で曲のね内容がこう、はい、あの仲の良い友達に片思いをしている女の子が、はい、その友達から恋人ができたっていう報告を聞いてしまうんですよ、はい、でそれでこの自分とのラブストーリーが始まらない、うん、もうその友達ね、この方も一緒だ、友達には恋人できちゃったから自分はもうダメだ、もう自分との、ね、ラブストーリーは始まらないんだっていう、そういうことを憂う失恋ソングですね。はい、あのねこの比喩表現とか婉曲表現とかそこまで用いないんですよ、はい、この曲もう土直球に状況と心情を丁寧に表現している楽曲なんです、うん、でそのもうこの素直な表現とこの王道のメロディーとこの2人の高い歌唱力でもう心にまっすぐ突き刺さる、もうザク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 ってきます。そうなんですね、はい、うん、だからね多くの人が結構共感して感動できる楽曲だと思います。そうですね、ストレートにやっぱ刺さるっていう部分がやっぱ聴いててもこうバーンとこう入ってくる感じが、うんうんうん、そう、僕はもうラーメン屋さんでちょっと泣きそうになりました。そうですよね、ラーメン屋さんで気づくわけですから。そうラーメン屋さんでねこうあーでラーメン食べながらこう悲しい思いを悲しい気持ちになりました。
でもそんなね本当あの誠さんが大好きなお二人ということで、はい、ぜひぜひ皆さんにもお聞きいただければなというふうに思います、はい、以上誠のマイブームソングのコーナーでした。乙女ロードウォッチング、続いてのコーナーはサブカルチャー、特に腐女子を中心としたアニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女ロードの毎月のトレンド動向などについて潜入し、その様子や変遷について私の独断と偏見リポートしていくというコーナーです。しかしながらまだまだ感染予防の考えから番組プロデューサー判断に従いまして、今回は平日の昼間に行ってまいりました。この日はですねちょっと雨ということで、結構比較的お客さんも少なかったかなというふうに思います。で全体的な印象はそこまで大きく変わっていないなというふうに思いましたので、今回は実際のお店で見かけたミク的に何このグッズというものについてですね、ちょっとご紹介できればなというふうに思いますので楽しみじゃないですか。 ありがとうございますではね紹介させていただければと思います。まず地下1階と地上1階2階建ての店舗ですね、はい、まず地上1階、文豪、ロボット、ファンシーキャラクターオリジナルアニメなど名だたる名作を筆頭に幅広く取り扱いしている店舗ですね。ここではタイガー&バニー、はい、まこさんご存知だと思うんですけど、うん、はい、のバニーの方ですね、はい、バーナビーブルックスジュニアのですねレザージャケット、おー、そんなのあるの、マジで、はい、すごで結構うん、商品見たところちょっと痛みがありますっていうふうにはあったんですけれども、そうなんですね、結構ちゃんとしてる。いや、俺ほんとそう、ね、はい、この別に これは僕見たことないんですけど、はい、この最近のこのアニメとか特撮とかのグッズの服ってめちゃめちゃちゃんとしてるんですよね、レベル高いんですよね結構ちゃんとした生地とか使って、はい、お値段もちゃんとしてるんですよね。そうなんです、お値段もしっかりしてるということでなかなかレアなんじゃないかなっていうふうに思いまして、うん、結構棚の上の方にやっぱり ありまして、あんまりベタベタね触られたくないしね、はい、なのでちょっと目に行きましたねさすがに、はい、で続きまして、カードキャプターさくらの、さくら店っていうのがあったみたいで、それの、ネックレスということで、その会場限定の、サマンサシルバーさん、サマンサダバサさんの、はい、アクセサリー部分になるんですかね、うん、のコラボ商品で夢の鍵の形にした、はいはいはい、すっごい可愛いネックレスと、あとは会場限定以外にもコラボ商品があって、あと封印の杖の、皆さんご存知の杖の、うん、ネックレスとかも結構なお値段するんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよ ね、 すね、はい、なので、もし皆さん探してるっていうか、なかなかやっぱ会場限定のものっていうのは、うん、なかなかやっぱ出回らないものでもあります、ね、激レアですよね。そうなんですよ、なので、はい、ぜひちょっと検索してみてください。うん、続きまして、地下1階ですね、乙女ゲーム BL 少女漫画作品最新作以外にも昔懐かしい作品など、取り揃えている店舗ということで、私の好きな作品でもありますけれども、黒羊のアンダーテイカーっていう、はい、死神がいるんですけれど、うん、めちゃめちゃ強いんですけど、葬儀屋さんね、はい、そうです、葬儀屋さんです、うん、そうです、そうですの、いろんなこう死神出てくるんですけど、それを持ってデスサイズっていう、武器があるんですけど、うんうん、それめちゃめちゃ強い武器なんですけど、そのアンダーテイカーが使っているデスサイズのペーパーナイフっていうのが置いてありまして、えと思って、ちょっと今日楽しいそうなんですよ、アンダーテイカー のデスサイズってめちゃくちゃかっこよくて、斧なんですよ、で斧の部分がすごい鋭くでっかくなっていて、あと杖の頭の部分に骸骨とかがついてて、めちゃくちゃかっこいいデスサイズなんで、それがペーパーナイフになってるっていう。もうこれさ、普通は封筒にこうハサミピピって開けるのを、わざわざこれ、それを出してとか、あとはやっぱインテリアとして飾っておくのもできるんじゃないかなっていうふうに思います。で続きまして、魔導装置ですね のキリエライトっていうのがありまして、結構これライトを、おそらくなんですけど、ライトをつけるとキリエがこう何層にもなっていて、はいはい、奥行きがこう出るっていう、襖からこう奥行きがこうどんどん出るっていう、すごいインテリアとしても、作品もし知らなくてもインテリアとしてもすごい映えるんじゃないかなっていうふうに、可愛いよね、はい、あれね、そうなんですよ、またいい和の感じがいいなっていうふうに思いました。で続きましてですね、一押しのえりすぐり作品グッズセレクト店舗というのがありまして、ここではアイカツ
の、二児のゆめちゃんというキャラクター主人公になると思うんですけど、うんうんうん、の、アイカツスターズのフィフスアニバーサリーオールスターズブルーレイボックスの特典のスペシャルアクリルスタンドと、ポストカードっていうのがありまして、これ二児のゆめちゃんだけのものなんですけれども、うん、これがまたですね、あのこのアクリルスタンドが結構大きくって、私の女性の手のひらサイズぐらいあるあのアクリルスタンド で普通のやっぱアクリルスタンドってあの結構制服着てるのとか可愛い感じが多いんですけど、この多分変身した姿ドレスの、やつであのアクリルスタンドですっごい細かいんですよ、イラストが。フリルであったり、あと色の使い方、グラデーションっぽい感じっていうのがやっぱすごいレア度増すなっていうものだなっていうふうに思いまして、うん、はい、これもなかなかあの出回らない代物といいますか、ね、そうですよね、はい、なのでもしね探してる方いらっしゃる、はい、ま、今あるかどうかはちょっと分かんないですけどぜひ検索してみてください。で続きまして、地上2階建ての店舗ですね。1階がゲーム作品の店舗と、あと2階が少年誌、関連作品の店舗ですね。まず1階がですね、モンスターボールコレクションっていうのがありまして、はい、あのモンスターボールって皆さん分かりますよね。あの大体ポケモンの、あ、そうです、はい、ポケモンで使うモンスターボールを、うんうん、あの腰にあの引っ掛けることができる、モンスターボールってポケモン捕まえるとき真ん中のボタンを押して大きくなって捕まえるっていうのがあるんですけど、そのちっちゃい時ですね、使う前の腰に、させたりとか、あとはそれがタブレットケース、あのなんつったね、あのラムネ、ちっちゃいラムネとか入れれるような、いろんなあのモンスターボール、スーパーボールとかハイパーボールとか、うん、あのいろんな種類がある可愛いやつで、これもなかなかお目にかかれないものかなっていうふうに思いますね、はい。で続きまして2階の少年誌ですね、関連作品では、あの僕らのヒーローアカデミア の、はい、あのボイス、体組成系、まあの体重系ですね、あヒロアカのヒロアカの体重系、はい、体重系なんですよ、このタニタさんとのコラボ商品で、そういうことか、はい、であのいろんなキャラクターの音声でナビしてくれるっていうナビしてくれる、はい、っていうあの結構すごいあのなかなか下の方にあって、うん、こうちゃんと見ないとわからないっていうえどうなの、推しのキャラに体重を知られるっていうのはどうなの、なんか頑張れみたい なんか応援してくれるなんかボイスも入ってるみたいでなるほど、はい、なんかそれまたねあのちょダイエットっていうかその、うん、頑張れるあの気力にもなるのかなっていうふうに思いました、はい、であとはですね、はぐれメタルっていう、はい、あのわかりますかね、キャラクタードラクエ、はい、ドラクエの、うん、の、はい、はぐれメタルの足つぼマットとかへえめちゃくちゃ可愛いんですよ、はぐれメタルちょっとこうペタッとこう溶けてる感じ の、うん、あのキャラクターなんですけど、ちょっとあの泡っていうかポツポツっていう風に出て、そこを足つぼにできるよっていう、あ確かに確かにマットなんですよ、これもまたインテリアにもいいんじゃないかな、ゲーム好きの方はどうぞという形で、はい、ということでガーッと喋ってまいりましたけれどもまだまだ本当にたくさんあのレアな、うん、あの商品でたくさんあるので、ぜひ皆さん好きな、ね、あの作品検索いただいて、はい、あの行ってみてはいかがでしょうか、はい、以上ミクの乙女ロードウォッチングのコーナーでした。皆さんなんともうエンディングが近づいてまいりました。今回もこの番組まことの間、皆さんお聞きいただきましてどうもありがとうございました。この番組まことの間は毎月第2第4日曜日お昼12時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も、お聞きいただければ嬉しいです。まことさんいかがでしたでしょうか。はい、あれですね、この、はい、乙女ロードウォッチング、 ありがとうございます、あのすげえ楽しかった ありがとうございますこのいつもなんかこんなジャンルのものを置いてますよ、はい、じゃなくてその中からさらに、はい、だとちょっと詳しくちょっとね僕も知らないものもあって、あ、うん、はい、あ、よかったです、すごい楽しいですねこれありがとうございます、そして番組お聞きの皆様のご感想ご意見ぜひお送りいただければと思いますので宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 誠の間までお待ちしております。それでは誠の間、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は誠と佐藤美久でした。では皆様ぜひ次回も誠の間よろしくお願いします。